せっかく祭りができるようになった世の中だと思ってたら、またこんなご時世になって、この祭り開催されるかどうか、すごいね、不安な方も多かったと思います。ただこうやって会場が用意されて、無事お祭りが開催されました。あとはここに立った僕らが、このお祭り盛り上げて今日来てよかったなって皆さんに思ってもらうことが使命だと思ってます。どうか最後の最後までご声援のほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは皆様、お手を拝借。うちの足マスト戦岩手さんの時代を照らす夢舞台へ、にぎわい求め歩みな。人がつなば祭りは続く。あんたと一緒に岩手さんの最高潮と発揮会やももまったい空調を集めお時間配信ベッキーさんたち不安ない